はい、どうもレッドコンプレックスです。今回は最強レバンドフスキの作り方。皆さんもうタレントポイントどうやって振りゃいいんだと、もう全くわからんと。しかも今作通常が強いのに全然レベル上げてもねポイントの振り方わかんなかったら、リーグ始まってもね全然勝てないよという方多いと思います。でも難しいこと考えずにこのタレントデザインの仕方を見ていただければ簡単に最強レバンドフスキが作れるようになっているというものになります。このようにね、e フットボールに関する、めちゃくちゃ役に立つ情報をね、じゃんじゃん上げていきたいと思いますので、すごくモチベになりますので、よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それではやっていこうか。アリーベデルチで僕は、クロップ監督を使ってるんですよ。ゲールノートサイツラー、まずショートカウンターを最低限上げないといけないです。そのためにタレントポイントを使います。ショートカウンターにタレントポイントをまず4振ります。それによって、96になりますね。でここ99にしなくていいです。96で実行。はい、そしてパラメータの振り方を、これから紹介していきたいと思います。決定力重視の振り方がこちらになります。まあこれだけ見てもね分かりづらいと思うの で確認してみると、まあ能力値的にはこんな感じですね。総合値96ってなってるんだけど、フォーメーションのところに当てはめてみたら98になるので、全体的なね、今これに乗ってる能力値よりもプラス2になると考えてください。オフェンスセットは94とかで、決定力はね95になるようにしています。全体的にねバランスは良くしていきたいと思ってるので、スピードに関してはね80を超えるように設定しまして、ある程度ねボディコンもあるようにしています。はい、ボールの持ちやすさ重視がこちらになります。ドリブル数値ね、存分に振ってるっていう感じで、まあ、総合値は1段階下がってしまうんだけども、ここら辺ですね、しっかりオフェンスセンスとかありつつ、今回はボールコントロールとかドリブル数値とかが80乗ってくると、ここが特徴的かなと思います。決定力もちょっと振ってるので90乗ってるようにしています。はい、オフェ戦瞬発重視の振り方はこちらになります。オフェンスセンス95乗せてて97ぐらいになるのかな。そして決定力もね十分高い上に、でここ瞬発がね80ぐらい乗ります。まあ瞬発が早いとね、このとっさの切り返しとか、とっさのパスとかですごい柔軟にね対応してくれると思うので、付随してボディコンも上がってるのでね、まあまあ強いと思います。はい、では最後ですね、スピシュンどっちも重視、それの振り方がこちらになります。まあ、ちょっと偏ってて、これがね、総合値的には2段階下がってしまうんだけども、オフェ戦は普通に95乗せてますし、こういったボールコントロール数値とか高めで、スピシュンがね、79になってますけども、最終的には80超えてきますので、どっちも、そこら辺が強いかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はねレバンドフスキの作り方を説明していったんだけども、もっとねこれよりいいよっていうね作り方がもしあったとしたら、コメント欄で教えていただけたらいいかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではバイバイ。